ご機嫌をゲーム実況者の北です。新信長の野望やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、アップデートということで、12月27日付でアップデート来ています。その中でも特にですね、タカシステムをピックアップしてお話ししていきたいと思います。それではですね、タカシステムということで、場所なのですが、舞踏会の下の部分ですね、こちらに天守レベルが19になると追加されてくると思います。うまくタップして入れない場合はですね、この文字の上ですね、タカノっていうところの文字の上をタップするとうまく入れると思います。ではですね、こちらのタカ何をしてくれるのかというとですね、舞台の追加の祝福値となります。つまりですね、舞台全体の攻防上昇効果が期待できるものとなります。じゃあですね、どれくらい効果があるのかというと、初期にもらえると思いますね、1匹タカ。そちらで攻防が 4.4% 上昇していきます。私のタカはですね、レベルちょっと上がってしまったので 4.9% になっています。図鑑に載っている最高値ですと UR のもので、最大ですね、攻防 40% 上昇が期待できるコンテンツとなります。このタカシステム全体のコンテンツとしましては、武将の育成と家宝を足して2で割った感じのコンテンツと言えるかなと思います。攻防の強化値が無視できない強化値ですので、コツコツですね、こちらのコンテンツはやっていく必要性があるかなと思います。ですが、その一方で武将の要求度はかなり高いですね。具体的にはですね、 SSR 政治武将の副突ですね、またはですね、野党討伐に有用な限定武将などが複数必要になってきそうです。それではですね、戦闘詳細見ていきたいと思います。こちらがですね、鷹を使用していない状況となります。重傷兵として51、戦士が3ですね。で、続きましてこちらが鷹を使用したものとなります。使用前後で損害が低下していますので、効果ありといったところですね。祝福詳細を見てみますと、下の方にですね、鷹祝福ということで追加されています。私の現在の鷹がですね、攻防 4.9% なので、しっかりとですね、攻撃と防御ということで乗っています。それではですね、やるべきことは何なのかということですね。まず一つ目としましては、捕獲隊の派遣ですね。二つ目としまして、天守の都市建設の高野の部分の強化ですね。三つ目としましては、鷹少女ですね。鷹専用の技術研究を進めていくということです。四つ目のやるべきこととしましては、鷹の試練ですね。ですので、捕獲隊の派遣は毎日コツコツと行い、都市建設もですね、他のものとの兼ね合いになってきますが、進めていきます。初期のままでは効率が悪いために、タカ専用の技術ですね、こちらを技術研究を進めていくということです。それで良いタカをゲットして、タカを育成して、高倍率の祝福で舞台強化をしていくということとなります。それではタカ一覧ということで、右下のですね、図鑑から見れます。レアリティなのですが、ノーマル、レア、S レア、SSR、UR とこう、どんどんレアリティ上がっていくんですが、ノーマルの中でも2段階あります。レアの中でも3段階ですね。SR の中でも3段階という形で、同じ段階でもですね、複数のレアリティの段階に分かれています。それではですね、ノーマル2の鷹を見てみますと、レベル最高の20で、舞台の攻防に 6.7% 祝福乗って上昇しています。またですね、行軍速度ということで 16.9% 上昇効果なんかもあります。最終の方を見てみますと、最終効率 8.4% であったり、耐荷重 16.9% 上昇などがありまして、ノーマルの鷹であってもですね、かなり強いかなと思います。それでは続きまして、鷹の祝福の最高値ということで見ていきたいかなと思います。捕獲ではですね、 SSR まで入手できそうです。SSR ですと、最高までレベルを上げますと 36.3% 上昇効果が期待できます。ですが、まあ、ここまで行くのは相当時間はかかるでしょうね。続きまして UR です。捕獲では入手できませんので、多分昇級で入手していくような形になるのかなと思います。まあ、レベルもここまで来てですね、最高になってきますと、攻防 40% 上昇であるとか、行軍速度なんかもですね、100% 上昇ということで、かなり強いですね。ただ UR の鷹を入手できるのは、果たしてですね、全体で何人いるのかとかいう、そういうレベルになってくるのではないかなとは思います。また鷹なんですけれども、毎回毎回この出陣鷹ということで、こう設定するのって若干めんどくさいんですけれども、
鷹なのですが、編成の方に記憶できますので、鷹を設定したものをですね保存しておけば、野党討伐なんかの時にですねこう呼び出しをすれば鷹自動的にこう出てきますので、毎回出陣鷹を選ぶ必要性は少なくなるかなと思います。野党討伐であるとか野党砦の集結であれば、事前にですね、まあ、これがいいかなという手選んでですね保存できるので、忘れることが少ないかなと思います。じゃあそれではですね、鷹野とは何なのかということでお話ししとこうかなと思います。鷹野はですね鷹狩りのこととなります。鷹狩りはですね、飼い慣らした鷹などを使って鳥を捕らえさせることで、古くから公家とか武家の間で行われていたことです。本来は鷹を使って野鳥を捕まえるんですけれども、このゲームはですね鷹を捕まえていくというような形となっています。それでは鷹の基本ステータスということで見ていこうかなと思います。ステータスなのですが、力量と俊敏と美観ということで3つに分かれています。メインのステータスですね、そちらは最高でも総ステータスの 70% までとなっています。またですね3つの中から1つ選ばれるという形です。こちらの評価に関しましては 100% が最高です。私の鷹は81ですね。これ初期でもらったのでみんな同じでしょうかね。また性格についてはですね、ステータスに対応したもののみ効果があるということとなります。こちら性格が聡明ですので、鉄砲の攻防にのみ有効であるというところです。続きまして成長値です。ステータスの緑色の部分ですね、私レベル上げてしまったので、ここ緑色なくなってしまったのですが、ここにあるものです。まあ、総成長値ということで、鷹のランクですね、まあ、レアリティとこのステータスの割合ですね、そちらに関連してきますよということとなります。まあ、レア度が高いと成長値も高いということで、こちらですね武将の育成と同じようなイメージかなと思います。レベルの上限としましては、ノーマルの1の段階では10ですね、これがノーマルの2になると20になってきます。レア4になってくると40、 SR の6になってくると60ですね、 SSR の8であるとか UR の8になってきますと、レベルがですね80まで伸びるということとなります。こちらレベルを上げるためには餌箱ということで必要になってきます。まあ、鷹専用の経験値のアイテムですね、まあ、こちらの入手なんですが、こちらですね捕らえ飼い場の方で入手したりですね、あとは鷹試練ということで討伐成功した時に入手したり、またはその任務ですね、こちらの方で入手できたりします。レベル上昇によりステータスが上昇していきますので、そのおかげでですね攻防の祝福も伸びていくということとなります。それでは続きまして勢力ですね、鷹専用の体力についてお話していきたいと思います。こちらなのですが、時間で回復していくものとなります。具体的にはですね6分ごとに1ずつ回復していきます。特に消費の多いものとしましては、舞踏会に設定した時に60消費してしまうものであるとか、こちらはすぐにはないと思うんですが、鷹の継承ですね、そちらに80消費してしまうようなものです。ですがその一方で、出陣とか集結とかですね支援の時には消費が1なので、あまりですねこちらでなくなるということはないかなと思います。あまり気にする必要性はないかなと思います。回復なのですが、先ほど言いましたように時間でも回復するんですが、長銀でも回復することができます。1日3回のみマックスまで回復します。またですね鷹はですね1箇所にしか出陣できないです。例えばですね主陣鷹ということで舞踏会にこうやって設定してみますね。舞踏会に設定してみました。で野党に対して出陣しようとしてみます。この鷹は出陣中ですということで選べないです。個別で選ぼうとしても、この鷹は出陣中のため選択できませんとなります。ですので舞踏会に設定してしまった場合はですね、野党砦で討伐とか、あとは鷹試練の方はですね、そもそも鷹が一緒じゃないと出撃できないので、こちらに出撃できなくなったりします。それでは続きまして、鷹の進級ですね、レアリティ上昇効果ということで見ていきたいと思います。進級しますと基礎ステータスの上昇と成長値の上昇が期待できます。レアリティが上がってきますと宝鷹術ということで、鷹の奥義のようなものがあるのですが、こちらが解放されていきます。リアリティが上昇するごとに1枠ずつ解放されていきます。リアリティの上昇なのですが、進級から行えます。例えばですね、ノーマル1からノーマル2にするためには、
必要素材としましては同種の鷹が必要となってきます。ですのでノーマル1からノーマル2にするためには元となるノーマル1と素材にするためのノーマル1ということで2体必要となってくるということですね。まあ、ですのである程度鷹が集まってきたら性格とかですね基本ステータスからベースとなる鷹を決めてこう同じものを重ねて進級していくような形になるかなと思います。続きまして鷹の魂ですね。こちらの入手なのですがトライカイバの方で鷹捕獲成功時に低確率で入手するものとなります。内容としましては武将の第二奥義のような内容ですね。こちらの特徴としましては発動がですね確率発動となってくるんですが発動さえしてしまえば効果はですねそれなりに高いというのが特徴です。それではですねいくつか見ていきますと力尽きということでこちらはですね力量の低下ですね。ですので力量を低下させることにより祝福値の低下が期待できるようなものとなってきます。続いて八方塞がりですね。こちらは俊敏の低下です。続きまして落胆ですね。こちらは美観の低下が期待できます。今までは鷹だったのですがここからはですね部隊に効果が出てきます。攻撃上昇ということで対象は味方部隊1部隊に効果のあるものです。続きまして防御上昇です。こちらも対象は味方1部隊です。続きまして回復です。対象はですね軍団の味方の部隊1部隊ですね。いいですね野党討伐とかに回復とかあったらいいですね。あとなんとですねシールドもあります。あとはですね動揺とか威圧ですね。あとは治癒禁止とか弱点中傷ということでこちらは重傷効果ですね回復半減の効果なんかもあったりします。続きまして継承ですね。右下の継承というところからできます。こちらの特徴としましては継承に使用した鷹が消失するというものですね。まあ、家宝と同じように素材として使用する鷹は消えてしまうので注意が必要ですよというところです。まあ、家宝のですね追加効果の継承のように宝鷹術を継承できるのではないかなと思います。継承ということで銀300に鷹のスタミナということで80必要ですよと出てます。まだですね鷹何も持ってないのでまあ今はこんな感じです。それでは続きまして鷹の入手です。捕らえ替えばというここですねこちらで入手できます。現在ですね捕獲に向かわせています。失敗率 70% ということであと4時間なのですが短縮ということで専用アイテムとあとは銀使って短縮できます。ちょっと短縮してみましょうかね。じゃあアイテムが足りないので銀を使ってやってみたいと思います。お来ましたね 30% 引きましたね。捕獲成功しました。捕獲するとそのまま放してしまうか飼うか選べるので飼いたいと思います。捕獲に必要なアイテムということでシークレーと食料というので必要だそうです。はい、シークレー不足ということでちょっとですね私シークレーの方がなかったので超銀50を消費して補充して買いたいと思います。それではですね鷹入手したのでちょっとだけ見てみましょうかね。性格威風ということで騎兵の攻防に有効です。基礎ステータスということで俊敏ですね。騎兵攻防ということでレベル1の段階で 4% ですね。まあマックスまで上がればもうちょっと上がると思います。またですねいらない鷹は逃がすこともできます。ランクによって入手できるアイテムが変わりまして入手できるアイテムとしましては鷹専用の短縮アイテムプラス餌箱ですね、まあ、経験値というような形となってきます。それでは話を戻しまして武将の捕獲地ということで見ていきたいと思います。武将の捕獲地なのですがランクですね要はレアリティと覚醒レベル政治の値によって捕獲地というのがこう設定されていますのでこちらが決まってきます。ですので六角のようなですねいまいちこう活躍の場面がなかった政治系武将にも出番が登場してきたということとなります。それではですねうちの上位3名を選んでみますと合計捕獲地ということで280となります。捕獲レベルが3ということでノーマルが 30% ですね。これちなみにどれくらいまであるのかというと上限で30まであります。捕獲値に関しましては15まで上がれば失敗率が0になってきますのでまあとりあえずの目標としてはここでしょうかね。ですが無課金とか美課金帯レベルですと初期の状態のままですと捕獲レベルが低く失敗率がとても高いです。失敗率 70% ということでほぼほぼ失敗してしまいます。ですので初期の状態だとレアの鷹を捕獲することも難しいですよねということとなってきます。
入手できるアイテムとしましては、鷹以外にもですね、鷹捕獲時に手確率で鷹の魂とか入手できます。他にはですね、資源であるとか餌箱ですね、こちらは鷹専用の経験値ですね。あとは忍び縄ということで、鷹専用の研究用アイテムが入手できたりすると思われます。初期のままですと効率が悪いということで、鷹少女ということで鷹専用の技術研究があります。鷹の収容数だけではなく、基礎の捕獲レベルの上昇であったりということで効率上昇するものがあります。こちら強化にですね、忍び縄が必要ということで、トライカイバーの方で入手できますと出てます。続きまして鷹野ということで、天守にですね、都市建設が追加されています。こちらなのですが、レベル上昇に伴って鷹の収容数が上昇するだけではなく、レベルの上昇に伴いまして、レベル2まで上げますと5連捕獲が解放されたりですね、あとこちらですね、レベル2で技術研究の進級の方が解放されたりします。レベル3の方で最終鷹少女の方が解放されてきます。特にですね、鷹システムはとても時間かかるものと思われますので、こちらですね、隊列にはなるべく早めに解放しておきたいかなと思います。ですので、新旧鷹少女解放で2枠目が解放されますので、天守の方で都市建設しまして、鷹少女の方でですね、こちら研究して隊列2を解放しておきたいかなというところです。それでは最後にですね、鷹試練ということで見ていきたいと思います。鷹専用のクエストとなっています。こちらですね、鷹が必須となってきます。鷹をですね、舞踏会とかに使っていますと、こちらに出撃できなくなってしまうのでご注意ください。それでは敵兵ということで見ていきたいと思います。絶対こうチェックしておいた方がいいのはこちらですね、戦闘スキップということで左下にありますので、こちらチェックしておいた方がいいと思います。戦闘画面って結構長いですので、こちらチェックしておきますとあっという間に終わります。また敵兵ということで、この左上のびっくりマークみたいなところをタップしますと敵編成確認できます。レベル1ということで、兵士レベル9ですね。総兵力が55542となっています。こちらですね、現在私は兵士レベル9で、天守のレベルが28なんですが、敵の兵士レベルは自分の兵士レベルと同じか、または天守レベルに応じて上昇していくのかなと思われます。チャットの方で他の方は兵士レベルが10あることを確認していますので、人によってですね、多少ばらつきがあるものと思われます。また敵兵のレベルなのですが、1からですね、最高は5まで出現してきます。倒しますと鷹の経験値とですね、資源とか鷹専用のアイテムが入手できたりします。それでは敵部隊ということで見ていきたいと思います。編成自体は野党討伐と同じような編成です。ですが祝福値ということで結構高くなってます。レベル1の時点で272ですね。こちらがレベル3なのですが、祝福値ということで342まで上昇しています。じゃあレベル5まで上がるとどれくらいまで上昇するのかというと、祝福値ということで642まで上昇してきます。ですので討伐するためにはですね、 SSR の限定武将の要求度ですね、かなり高いかなと思います。具体的には野党討伐用の限定武将ですね、回復であるとかシールドであるとか、そういう武将ですね。あとはですね、優秀な当然首相も必要でしょうね。そういう武将が無凸ではなく複数の凸ですね、ある程度凸が進んでいないとちょっと厳しいかなという感じがします。こちらがですね、唯一勝った部隊なのですが、私はですね、鉄砲運用をしていて、敵が槍兵ということで、有利部隊であればかろうじて勝つことが可能だと思われます。祝福に関してはですね、添付による祝福であるとかアイテム祝福なんかもですね、使えそうですが、こちらですね、任務達成による祝福の方がいいかなというふうに思います。こちら任務達成の祝福ということで、兵種攻防上昇ということで 30% 発生しています。こちらなのですが、同じタイプの任務を全てクリアすることで戦闘祝福が獲得できます。じゃあ具体的に私は何をクリアしたのかというと、挑戦回数60回ですね。まあとりあえず負けまして、まあ、とりあえずですね、60回負けてもいいから片っ端からですね、連打して60回達成してみたところ、こちらですね、30% 発生したというものとなります。
私の手持ちですとこちらですね、兵士レベル1の騎兵の9ですね、こちらにこう挑んでみたとしましても失敗ということで 30% バフ乗ってもちょっと厳しいですね。ですがこちらの兵士なのですが、毎日敵兵のレベル1はですね優先的に入れ替わるそうなので、毎日ですね、まあ有利属性のレベル1の兵士をですね、まあコツコツ倒すことはまあできるのかなというとこです。はい、ということで今回はですね12月27日アップデートの中からタカシステムをピックアップしてお話ししてみました。現在分かっている情報をまとめたものとなりますので、まだまだですね不足部分もあると思います。ですが少しでも参考になれば幸いです。いつもですねフォローとかにありがとうございます。とっても活動の励みとなっています。今後もですね新信長の野望を投稿していこうと思いますので、チャンネル登録とかですね高評価よろしくお願いします。